俺が最強のオレカバトラー、タンタロウだ。こんにちぽは、愛と正義のオレカバトラー、アワマ同士ポーコです。よし、俺完璧ムービー第3回は、2014年の6月28日、29日に開催される次世代ワールドホビーフェア14サマーについて勉強するぜ。はい、今回は東京会場だけなんですよね。会場でみんなに会えるのを楽しみにしています。みんな、コナミブースに遊びに来てくれよ。あ、そうだ、ところでポアコちゃん、何ですか？第2回俺完璧ムービーでは、俺カバトルのイベント限定3大ドラゴンのことを勉強したけど、それ以外にも次世代ワールドホビーフェア14サマーでは俺カバトルを楽しめるコーナーがたくさんあるって知っているかな？もちろん知ってますよ。私たちが出るステージでは俺カバトルの生音楽が聴けるコンサートがあるでしょ。名付けて俺感激コンサート。その通りだ。でもそれだけじゃなくて、なんとテレビアニメ俺カバトル&ドラゴンコレクションの主題歌のライブもやるんだって。すごい。28日はドラゴンコレクションの主題歌勇気の翼を流れ田プロジェクトさんが、そして29日は俺カバトルの主題歌俺かお前か限界バトルを串田明さんが歌ってくれるんだ。盛りだくさんですね。うん。その他にもカードゲームのドラゴンコレクションや野球カードゲームの新旧勝負プロ野球ドリームスタジアム、サッカーカードゲームのアルティメットストライカーが楽しめるぜ。絶対にコナミブースに遊びに来てくれよ。ところでポアコちゃん、はい、俺カバトルの修行なんだけど、先週ちゃんとやってた？やってましたよ、スマホで。いいところに目をつけたね。ポア、発表します。次世代ワールドホビーフェア14サマーの会場でスマホの俺カバトルを立ち上げると、なんとダンテツレッドドラゴンが出現するぜ。すごい、そんなの初めて。だろ、うん、どのショーでもダンテと名の付くカードをチームに入れていればダンテツレッドドラゴンが出現するんだ。倒せば君の仲間になるぜ。救急薬は使えないから注意してくれよな。そしてさらに期間限定でクリスタルドラゴンにも挑戦ができる。2014年6月26日から7月2日の1週間ゴールド交換ショップで水晶のベルを期間限定交換できるんだ。期間中であれば何度でも購入挑戦ができるぜ。詳しくは俺カバトルの公式ホームページをチェックしてくれ。さあ、今回はポアコちゃんが鍛えたというスマホのモンスター、こいつを使いながらモンスターと戦ってみよう。頑張ります。さあ、まずは持っているモンスターをスキャンしてくれ。まずはこの子をスキャンします。さあ、まず1回目はボワンちゃんです。ボワンを召喚。そして2体目魔界王のモンスターを。おお、これは魔王魔王体、こいつを召喚だ。きっと頼りになるはずです。よし、じゃあ3体目はスマホのモンスターを召喚してみよう。はい、ここで注意だ。3体のモンスター全部をスマホだけで召喚することはできないぜ。必ず1体はカードのモンスターを入れてくれよな。それと俺かネームが同じかどうか、これも確認してくれ。大丈夫だよな、ポアコちゃん。うん、今は大丈夫。オッケー。昔ポアコちゃんはひらがなのポアコとカタカナのポアコ、このカードが混じっちゃってたからな。 あれはボロさんが作ってくれたんですよ。そうだったのか。さあさあ、さてさて、このね、スマホで俺スマホや俺完璧デバイスのカードをスキャンするときには、このスキャンの画面でレバーを下に下げるんだ。はい。さあ、そうするとこのサブカメラが起動するから、じゃあサブカメラでスマホをかざせば召喚成功だ。できました。今回はダンテお兄さんですよ。よし、バトル開始だ。なんかやっぱ強そうなの出てきちゃいました。今回も新しいボスか。楽しみ。なんだなんだ。さあ、今回は星の数の合計が12、新一章のボスモンスターアポロン。なんか楽器を奏でてちょっとめちゃめちゃかっこいい なイケメンですね。ポアコちゃんイケメンだけど、バトルは真剣勝負だ。頑張れよ。まずはやっぱりポアちゃんからスタートです。さあ、アポロンにダメージ。流し目とか入ってましたよ。さあ、アポロンちょっとイケメンすぎるぜ。さあ、マオタイさん、あ、危ない。さあ、ダンテお兄さん、お、すごいコマンドが強力だ。ミスが出てしまった。強く育ってもね、このスロットが非常に重要だから、よく狙って押すんだぜ。
ここはシャボングランです。ダメージを与えていく。この新しい、ね、流し目とかこういった気になりますね。見てみたいね。さあ魔王隊は順調にパワーアップ。さあ魔王の一撃、よし、強力な一撃が突き刺さるぜ。さあ必殺が多めなこのダンテ、よし、来た来たぞ。おお、素晴らしい大ダメージだ。さあポワンちゃんはシャボン口。お兄さんに続いてね、しっかりダメージを。お、流し目、全体攻撃。さあ、ここは全部スカだった、やった。流し目は、ポロの流し目は、まあね、魔王隊とかダンテはね、通じないけどね。ポワンちゃんもお兄様にもメロメロなのかな。ここはちょっと通じなかった。さあ、ダンテの必殺目チェキ。まだゲージ半分もありますよ。いや、でもいい感じで削ってきたんじゃないかな。ポワンちゃんは可愛くプチですね。ね。さあここで EX ゲージがマックスだ。なになになに。さあここは外れてほしいが、ちょっと見てみたいね。ミス、ああ、なんて言ったら超 EX になっちゃった。ごめんねポワコちゃん。なになに、太陽神の盾ごと。さあ一体どんな効果なんだ。おおおお、ちょっとすごい、光が降り注ぐぞ。大地に光が。やばい。あ、ダメージ、そして混乱。こちらの2体、しかも強力なアタッカー2人が、まずいぞ。やめて、ダンテ。危ない危ない。だがダンテも混乱している。あー、やめて。あー、ポワちゃんがやられた。まさかのダンテにやられてしまった。でも追い打ちをかけるようにこの会心の一撃だ。よし、ここでさあ、EX が溜まったぜ。魔王隊さんで行きましょう。さあ、強力なこの EX 技、回せ超 EX を目指せ。あっ、おっと、ここは EX 技発動成功。足りなかったか。さあ、魔王隊の EX 発動でどれほど削ることができるかな。お願い。さあ、大ダメージ。だがまだアポロンの体力ゲージは、ここでミス、ピンチ。さあ、やめてやめてやめて。これ、嘘でしょ。だがまだ1対1、ここからだ、諦めるな。さあ、よく狙ったコマンドはパワーアップ。さあ、強力な操縦権もあるぞ。上暗殺権だ。お願い。さあ、ここで EX が溜まった。発動してきたか。ミス、ミス、ここはお願い。ミス、ミス、出してくれアポロ。おー、やったー、やったぜ。さあ、まだ負けていない。ここで反撃だ。無影暗殺剣。さあ、どうかな。さあ、あともう一息だ。かしゅっても魔王隊が耐えられるか。耐えれるか。あやられた。アポロン強いぜ。今回はポワコちゃんの負けになってしまった。強かったです。だがバトルで負けてしまっても安心してくれ。一度戦えばこのように必ずパワーアップをするぜ、うん、さあ今回はコマンドのチェンジ、これはね毎回選ぶことができるから自分好みのオレカを作ることができるんだ。さあ、魔王隊もパワーアップ。オレカを出すぜ。さあ、ここでカードが選べるんだ。一つ注意してくれよ、はい、さっきスマホで召喚してくれたこのダンテ、こいつを召喚した場合、うん、カードにすることはできないんだ。あ、本当ですね。スマホやオレ完璧デバイスで召喚したモンスターはカード化できない、はいはい、そして合体の素材にすることもできないから注意してくれよ。わあ、インデュインシェンロンも倒さなきゃですし、うん、スマホではダンテッドデッドドラゴンも出てきちゃいましたし、うん、忙しいですね。そうだな、ポワコちゃん頑張ってくれよ。はい、それじゃあまた次回俺完璧ムービー第4回もよろしくね。バイバイ、バイバイ。コナミ